神話時代、ここら辺一帯は大規模な神の施設があったそうよ。でも神話時代末期に破壊の攻撃で壊滅した。この湖はその時の戦いの後に水が溜まってできたらしいわ。こんな大きな穴作るなんて、破壊ってのはどんなやつなのかね。さあ、破壊は謎が多いし見当もつかないわね。それだけに暴きがいもあるけどね。これは何だろう。かすかだけど発光しているわね。しかも色が変化している。一定のリズムで。何かのデータかしら。とりあえず持って帰りましょう。そういえばラーダが似たような石を持っていたわね。石を見せれば。そうね、見せれば何かわかるかも。戻ったらちょっと聞いてみるのもありかもね。じゃあフィリーが直接渡してよね。え、よかったじゃん、プレゼントができて。何言ってるのよ。なんで私が。変な気の使い方やめてよ。気なんか使ってませんよ。フィリーの方がこういうお宝に知見があると思っただけです。他に何か。素直になんだよ。バカじゃないの。でもそれじゃあ仕方ないわね。あなたじゃうまく説明できないし。確かに私が渡す方が合理的よね。うん、それじゃあ仕方がないわ。はいはい、納得したところで今来た道戻ろうか。
水位が上がっている。思ったより早かったわね。泳ぐ？水が流れ込んでる最中よ。それに逆らって泳いで溺れるつもり？別の出口を探しましょう。都合よくあるかな。さあね。でも待っているのは性に合わないの。だよね。行こう行こう。登場ね。こういうのが守っているということは、やっぱり立派な遺跡だったのね。本当に残念。まあ時間もないし、チャキチャキやっつけちゃいましょう。風が外に向かって吹いているわ。これでカビ臭い遺跡ともおさらばね。
ここに通じてたのね。意外と村の近くだったね。